はい、こんにちは。こんにちは。じゃあ、今回はスゴフェス、なんだっけ、前回戦国会だったけど、今回なんて名付ければいいんでしょう、これは。なんでしょう、ストロングワールド会。ああ、なるほど。そう、ストロングワールドの衣装の麦わらたちと、なぜか突然シャンケスが、レア枠に入ってきたと。ですね、しかも、フェス限ということで。そうそうそう、最強の。ついにね、シャンクスのステータスは今まで結構低い低いって文句言われてたけど、今回挽回する感じになるんですかね、シャンクス。ちょっと楽しみですよね、そこは。まあ俺ら手に入ればの話なんだけどですね。とか、ちなみに、はい、そんなに宝石どうやって集まったんだ。これつい先日200日のログインで、俺もそれもらってこれなんですけどね。あとなんだかな。まあ少なくとも今回も10回投資ってところですかね。そうですね、10回引くつもりで集めてきました。 OK、じゃあ、はい、俺も10回ということで、今回じゃあ前回と同様20連続っていう手でいきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに今回情報少しでもお持ちでしょうか。そうですね、いや、ほぼほぼないと言っても、はい、俺もないです。なんか若干麦わらたちの属性がちょっと入れ替わってる感じですね、あとは一切ないです。なしで引いてから見ればいい、はい、そうですね、引いて、はい、全部引いて見ていきましょう。わかりました。ちなみにドイツが欲しいかだけ言っておきますか。あ、そうだね、やっぱり持ちキャラのチョッパーに期待したいかな。おお、なるほど、僕今回花の子いないんで、そうですね、まあキャラ的にサンジとブルックは好きなんで欲しいかなと。確かにブルック好きか。はい、あとこれ実は前回取り逃した白ひげの海賊団とか、ね、いますね。もちろん戦国ボーハンコック、サッチ欲しいな、サッチ。そう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 、俺もその顔を見て言ってるんだ。その顔。はい、じゃあ、はい、行きましょう。行きましょうか。はい、先陣切っていただければと。掛け声僕からで。はい、わかりました。じゃあ行きますね。はい、お願いします。一緒に引かれる方も行きましょう。探す。はい、引っ張って行きます。ゴー。はい、頼む、今日は金率でね、頑張ってほしいね。なんかラグビー。ハハハハ、ちょっとさっきのサーバーで結構見た顔が続いております。そっちも見た。ボンちゃん来なくていいよ今。じゃあもう行きます。はい、なんか心フェスかかってる裏は確か地ですよ。地ですよね。はい、なんで2人揃って心引くんだよ。なんでしょう。ヘラクレスも心だったしね。はいはい、じゃあ引っ張って。はい、放て。はい、来たねー。よろしき来たねー。おー、来た、よっしゃー。これはやっちまった。まさかの狙い通りを。おめでとうございます。ありがとうございます。これ奇跡だね。いや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 、ごめんなさい、ノーコメントで。はい、はい、ちょっとチョッパー見てみましょう。チョッパー見てみましょう。技属性意外な、回復と攻撃のしかも 1.5 倍、これはまあ船長の見込み0で、猛毒を回復して回復、ステータス、まあちょっと残、はい、ノーコメントでいきましょう。もう二度と船乗せないかも。かわいそう。はい、よし、じゃあ3回目というか3回目で、はい、はい、探せ。はい、待って。はい、行きます。ゴーゴー。お前嫌いよ俺マジョン。恨むぞこいつ。あ、また今回も魚人だらけに。本当に何ハチとかチュウとか、絶対聖水のなんとかとかいや作るよね、また。考えないでおきましょう。わかりました。じゃあ4回目お願いします。はい、じゃあ引っ張って。はい、
放て。ゴー。あれ？あかん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 。これあかん。お、おお、いいな。お、いいな。銀のあたり。ちょっと嬉しいな。うらやましいわ、それは。え、それどういう回復系だよね。見ましょうか。スーパー回復系だよね。4ターンの間、ターン終了時に体力をキャラの回復かける5倍回復する。なるほど。うーん、ちょっと厳しいとこはありますが、確かにビビ船長じゃなくてもその技を使えるってのは確かにいいかもね。そうですね。まあちょっと、まあ、うん、まあでも間違いなくあれで、あの、ちょっと特殊な場面で活躍するかもしれないっちゃですね。はい、じゃあはい、じゃあ5回目か。5回目、はい、はい、じゃあ探す。はい、半分目、これが半分の最後。そうですね。取って、はい、離す。はい、いきまーす。よしきん、きた、揃うね。おお、あー、いいね、いいね、いいね。な、なんまあ、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、しかも進化系で。はい、え、そうなんですか。こっちは進化系です。ああ、そっちか。ああ、そっち。まあ俺も進化系だけども。あ、そうなんです。進化系の価値がないから。あ、ほんとだ、進化系だ。うん、やった。こいつはウルージとの相性がめちゃくちゃいいので。はい、僕ウルージ持ってるんで。潤いますね、かなり。もう俺がキッドで支えるので。ああ、そうですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますよしよしよし。はい、まあまあ金を2つ引いて、ハズレ1個ずつという感じです。そうですね。はい、じゃあ後半、後半いきましょう。はい、あ、はい、勝手に引っ張ってる、戻そうどうぞお願いします。あ、出したんですよ。あれ、後半、あ、そっか、偶数か。じゃあ引っ張って。はい、放て、金お願いします。よし、来た。あれ、よし、来た。あ、やった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 。嬉しいわ、これ。普通にこれはずっと夢見てた。ああ、いいな。うん、これは嬉しい。イーゾーはね、まあどちらかというとアップの方が欲しかったんだけど、まあまあ最近でも技っていうのがもう完全に残に乗っ取られがちなので。でもやはり変換は強いんじゃないですか。そう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 、どちらかというと多分あの打つ方、射撃で活躍してもらえるんじゃないかと思います。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。ぼちぼちですねぼちぼちまあまあまあ、あの、欲しい、ちょっと欲しいものではないけど、タナボタってところかないや、贅沢ですよ、僕からしたら引っ張って。はい、離す。はい、離す。あれ、あれ、ひどい。まあね、あの俺ミラージュテンポ持ってないから一応あーなるほどかなとは思ってたんですけどね。うんうんうん、まあ銀を引いて、はい、銀の銀で、うん、はい、じゃあ触れない方がいいねそうですねはい、じゃあ引っ張って。はい、放て、金コイン、頼む。申し訳ない、申し訳ない同じキャラだけど同じキャラじゃない最低と最悪だね、これは。間違いないですね。最高と最悪だね。あー、何この差は。何ですか。申し訳ない、これは。なんか、いや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 あ、この揃えてくる感じが嫌だ、ほんと。これ毎回ボケ出てますよ。ですね、毎回、はい、3回連続ぐらい引くたんびにちょっと見ましょうよ。はい、もちろん。はい、力変わらず、船長も変わらずで、体力が、じゃあ必殺技が体力を大幅に減らして敵全体に固定ダメージと1ターンの2倍のエンハンス。2倍、めちゃくちゃ強い。ポスター超えましたね、倍率。これは強すぎる。これは大当たりですね
固定大ダメージが体力をどれだけ減らして、もうこれさ、キラーみたいな勢いで危ないキャラかもしれない。いやでも黒ひげパだったら体力結構あるんで、あ、そっか、そんなに被害はないのかもしれないですね。うん、しかも固定の大ダメージってのもなかなか、まあ、でもあれじゃないですか、エンハンス自体がとどめに使うんで大体。そうだね、確かに。あんまり、うん、まあ少なくとも当たりなのは間違いなさそうです。ですね、うん。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ9回目いきましょう。はい、残り2回。はい。はい。探す。はい。引っ張って。はい。引っ張って。はい。離す。はい。食べたぞ。嘘。虚しく。おお、でも。嘘。俺の仲間になれ。嘘。まあまあ、ちょっと俺願ったけど2個はいらないわ。みんな上かな。ちなみにそのキャラ僕名前は知ってるわ。能力知らないです。見てみましょうか。はい。戦長効果。遅延なんだ。射撃タイプキャラ。技の遅延ってことはあれと一緒か。ミスター3の技版ですね。そう。結構でも使いどころあるかもしれないですね、この子は。うん、技の遅延は珍しい。ですね。うん、ちょっとしかも、射撃が、はい、遅延、ダブル攻撃ができるってですね。まあ、重ねはできないけど。ですね。うん、まあ、この僕が引いたキャラよりはたし、あ、はっきり言っていいですよね。チョッパーよりはもしかしたら使いどころは多いかもしれないですね。引っ張って、はい、じゃあ引っ張って、はい、そしてもう一個引っ張って、はい、放て、いけ、息ができない、よし、引いた。まあ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 、まあ、おおちょっと出現率が高い。おめでとうございます。ありがとうございます。あいや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 、まあまあどっちにしろ金が出たんで、もうこれ以上はないか。ダツさん的にないんですか。え、俺、え。え。マジですか。いや、僕はもうほんとついていくだけなんで。え、逆にしてほしいな、ここは。しゅんさん、1個当たり引きたくないですか、だって。まあ、確かに、非常に後味はあまり、そうですね。銀の当たりばっかだったんだ、僕。そうなんです。金の当たりが欲しいですね。ラピオとチョッパー。僕も、まあ、なんだかんだチョッパーとルフィですから。あと、僕2回引けますよ。本当に引けます。わかりました、いいでしょう、付き合いますよ、はい、はい、ちょっとね、いかん方向だけど、ちょっとね、確かに、ちょっと明日狙撃キング頑張りたいんですね、僕。あ、そっか、明日エピリルフールだから狙撃キングなんだ。おー、よし、はい、じゃあ、あ、僕か、しゅんさんと俺の最後で、はい、引っ張って、はい、めっちゃギシギシ言ってる。離す。はい、溜めたね。離れない。外してる。外したー。外したよ。外したせいだな。やったー。俺の仲間になる。これはね、当たりのギャンブルだ。なんしょー。もうピッチャー。これは悔しい。なぜ離れた俺の指。空振ったね、あれは。なぜ離れた。やばい、今までの総説で一番暴走してる俺、絶対ですね。うん、これだけ、まあ、チョッパーのかぶり含めても4体新キャラですもんね。ですね。それ地属性どういう効果ですか。はい、船長が体力満タン時、相手から受ける攻撃ダメージを大幅に減らす。大幅に減らすってことは、もうペローナとかアルビダ並みにトラストできるんじゃないですか。
あ、違う、戦長効果か。ならダメだわ。で、必殺技が敵全体に味方の体力が少ないほど大きい地属性ダメージ、レベッカと同じですね。まあ、いて困らないキャラかもしれない。いつか役立つかもしれない。ですね。ステータスも楽しみですもんね、やっぱ。そうですね。いいなぁ。まあ、格闘のところでルフィと一緒に使ったりすればいいんじゃないですかね。ですね。あと面白いのはやっぱドレークとかじゃないですか。ドレーク船長の時に。そっか、品種の時のに発揮するドレーク。一番必殺技が輝きそうですね。確かに。なるほどなるほど。地属性でも格闘でも期待ができます。ぜひ育てて。はい。地属性はね、活躍のところを見せてもらうと。はい。させていただきます。ああ。じゃあ、最後となります。はいはいはい、しゅんさん最後頼むから金できましょう、もう2人で。いやー、はい、あ、来ますよこれは、さすがに。ですね、うん、12回ずつ引いてますもんね。はい、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。じゃあ引っ張って、はい、絶対空振っちゃダメですよ。はい、放て。はい、あっあっ、もうしゅんさんが、あ、なんか来た。でもあっ、ダメだ、取りつかれてる。あ、もうこれやば、なんで、なんで出るの毎回。しゅんさん申し訳ないわ。これは実は今日これ撮る前に、はい、あのちょっとあの前のやつをおさらいしてきたんですよ結構、はいはいはい、毎回この子出るんですよね。出ますね、毎回。よろしくもらいますね。しかも今回2体ということで。ちなみに僕この引いたキャラ知らないですね。はい、あのもちろん知ってるんですけど、キャラは能力、はい、銀にあんまり情報回してないのでちょっと見てみます。はい、あ、また地属性。おお、まあ船長は置いといて、ダメージを与えて一旦さまざまな効果が、これどういうことですか。あれじゃないですか、ダイヤルじゃないですか、4つの、アックスとフレイバーとフレイムとインパクト。はい、アックスだったかな、覚えてないけど、アックスですよ。アックスか、アックス、アックスだ。アックス、フレイム、フッパー、インパクト、インパクト、インパクト入ってなかったっけ。あ、こいつらインパクト扱えないか。もう一回読み返してきます。インパクトだったような気がするんだけど、まあ読み返しましょう。ちなみにどういうことですか。さまざまな効果って言われても、それは使ってみないとやっぱり分からないです。なるほど。はい、まあそんな感じでとりあえず分からないままのものですが、はい、おさらいということで、はい、ちょっと拡張して、おー、ちょうどいっぱい、うん、はい、あ、シュンさんもうヘラクレス倒したんですね。ああ、行きました行きました。あれ最後ダメだった。本当ですか。僕はあのドフラミンゴの残波で、俺完全にナミビスタとロビンにかけて、いや もちろん初見負けましたよ僕。ああ、なるほど。ナミとダッツさんのビスタで行ったんですけど、来ました。はい、今回12回で、はい、12回引いて金率的に 50% ぐらいですね、僕は。2、マシュルさんは 40% ぐらいに、もうないな。 3体しかいません。そうですか。つまり12の3だからちょうど 25% というか、はい、今回はちょっとり、ちょっと、はい、まあちょっといいキャラ拾っていってください。いたら、はい、いたら、まあそうですね、どうでしょう、この、まあ、銀から、そう、銀から当たりが出てるからね今回。今回そうですね、多いですよね、うん、かや、うん、まあ、かわいい。これそう、鑑賞用にも使えるし、あの能力にも将来的に有望という、
そうですね、うん、ぜひウソップと一緒にパーティーに使って、ね、確かにあとは僕的には楽よですね。楽よね。こいつはもう俺が持ってるんだけど、結局船長があのキッドなんで実は戦力になってくれないっていう、ちょっとそれも分からないですね。最高です。いいですね。ちょっと今回は間に合わないなイベント。そうですね、ちょっと今から育って、まあ少なくとも進化してる状態だったんで。そうですね、僕あの進化前から育てましたからね。そっかそっか。だけどちなみに僕の落葉は今40レベルぐらいかな、まだ。この子かな、ベルメール。まあまたこれもいいキャラですよね。そうですね、ちょっと今回の中だったら意外と一番輝く場所はありそうな気もしますよね。そう、今回遅延をあえて2人入れてるケースもあるみたいで。ヘラクレスですか。はい。あ、そうですね、僕そうですね、ウソップとミスター3連れてってるんで。あ、そうなんだ。はい、なるほど。ウソップ1本だった。しかもあの強化されて解除されたって僕それ初見やらかしましたやりますよ、あんな大勢取り巻きがいたらちょっとあいつら怖えって思ってやっちゃいます、ね、ですね。で、あとはパーチョッパーですね。はい、あの瞬間的にこいつはどうですか。どうでしょうね。もしかしたらこれあの一応でっかくなるんで進化すると。あ、そうなんですね。はい、あのもしかしたらあのステータスとか期待ができるかもしれない。まあ毒猛毒で困る場面が今のところそんなにないんですよね。まずないです。ちょっと今後回復ってゴールデンウィーク必殺技じゃないからな、回復。ただ回復力だから。まあ正直今のところちょっと見えてこない。そうですね。というところですね。はい。こんな感じですね、僕は。はい。では、僕はまあそのチョッパーを飛ばしてのはい。はい、以上です。おお、これはね、やっぱ念願の。なかなか白い毛海賊団揃ってます、来てますよね。あ、そうですかね。僕全然なんですよね白い毛海賊団、まあ確かに落葉とクリエルを前回引いてのビスタ・ブラメンコと、まあそんなもんじゃないですかね。でもいや羨ましいまあ、はい、伊蔵は嬉しいです。で、何よりも嬉しいのはやっぱり、まあチョッパーを飛ばしての、チョッパーが欲しいという狙いときながらの今チョッパーを見捨ててルフィですよ。いやーこれは嬉しいです、本当に羨ましい。これも羨ましいまあフォッサムって出てどれぐらい早かったんだっけ。フォッサはスキルが1で25ターン。あ、25一緒か。こいつらって被せられないですよね。なら、まあそうですね、エンハンサー多分無理です。シュンさん的に、まあ間に合ってるんじゃないですかね、考えたら。というより25ターン溜め切る前に倒しちゃうっていうのが、まあ間違いないです、まあ、決戦で使おうと思うとやはりスキルが少し上がってた方がいい。間違いないです、決戦は意外と短いからな。エンハンスよりはスロット効果の、うん、なんていうんですか、あの効果、効力を上げるっていうんですか、ドフラメンゴだったり、あっちの方が 今はやっぱり使いやすい。ドフィーはドフィーで出がだいぶ遅いんですね確かにそうですね。でサンジはちょっとあの自分、まあルフィと一緒に使うことになるんじゃないかなと思うんですけど、ドレイクを持ってないんで。格闘パー、格闘パーって船長誰でしたっけ。ジンベイを置いといて、準備置いとくとああなるほど、あのコビー、あーゼフとか、あとゼフ、 あっちのイベントの方のコビーとかですか。ああ現状だと。なるほどなるほど、つらいな。2倍2倍の HP 攻撃2倍2倍がまだ確か出てないはずなので、まあ、技タイプはなぜか体力 1.5 で止まっちゃうんで、ウルージにしても。でまあ、この人のがどういう能力かをちょっと調べ不足ということで、ちょっとまあちょっといろいろ試してみるか調べてみるかして
はい、起きますが、あんまり騒がれてないってことは、まあ大したことないんだろうね。そうですね、やはり銀枠なんでちょっと。そうですね、やはり。しかも最大が30、あと15レベルでレベルマっていう、もうちょっとだいぶ期待できない感じが出て。ヘルトちゃん。サトリも持ってるし。揃っちゃった。サトリいらないですね。はい、ああ。今回はまあちょっとあんまり後味は良くない感じ。後味は悪いですけど、内容はそれほど。そうですよね。個人的には悪くはないかなとは思っておきます。はい、思っておきます。まあ、あの、めっちゃいい過ごせになっちゃいました。そうですね。まあ、まあ、未だに、ね、レベル、あの、星6は出ずということで。ですね。はい、なんでですかね。まあ、ですね、なかなか。まあね、あの、いずれ、いずれ手に入れることがあるでしょう。ですね。おお、海賊レベル並んじゃってる。まあ経験値に若干の差がありますが、なんとか追い上げてきております。おはい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。